エビデンスを礎にして活用する。自転車での腰痛を例に。連載スポーツ医科学論文レビュー。現場での判断の手がかりとして第10回より。木平明則ロードバイクにおける腰痛。日常私はトライアスロン選手から怪我の悩みを聞いて。 治療方針を共に考えることが多いトライアスロンはご存知の通り水泳の後、自転車ロードレースランニングを続けて行う競技である3種目の中でも自転車は特殊な種目でトライアスロン選手の中では機材スポーツと呼ばれることがあるこれは自身の体だけでなく機材である自転車の種類や サドルやハンドルなどのポジションの設定がパフォーマンスに少なからず影響するからだ私も趣味でロードバイクに乗っているがチェーンやギアなどを掃除したりタイヤの空気を適切に入れたりするだけでそれまでよりも速いスピードが出せることを経験しているまたロードバイクはいわゆるシティサイクルとは違って前傾姿勢になって 腰を丸めながら乗る。さらに 100km 以上の長距離を乗ることも珍しくなく34時間かけて運動することも珍しくないこのように長時間にわたって腰を丸めた姿勢で乗るロードバイクでは腰痛になる人も少なくない印象がある私はロードバイクに乗って顕著な腰痛を経験したことはないが 長時間乗った後に直立すると丸めていた腰から何とも言えないミシミシとした重い不快な感覚が出現してうまく立てない感覚に陥ることがあるではロードバイクにおける腰痛の原因は何なのだろうか水泳やランニングであれば自身のフォームと力学的負荷の積み重ねに原因を求めることができるが 機材スポーツと呼ばれる自転車では自身の体が原因なのか機材が原因なのかそれがよくわからないもちろん個別の状況に応じた個別の原因があるが概して何が腰痛の原因になるのかロードバイクに乗る人を対象とした腰痛の研究を調べた文献一研究の概要 研究の対象となったのは18歳以上でサイクリングを週3時間以上12時間未満にわたって行うサイクリスト121人でありうち97人が男性であった対象の74%にあたる90人がサイクリング中またはサイクリング後の腰痛を経験していたまた40%の人が 痛みを伴いなががらトレーニングししたた経験があると回答したサイクリストの腰痛と関連があったのは中殿筋の弱さと一般的な位置でハンドルを握った際の腰椎の屈曲だった機材である自転車のハンドル甲サドル甲靴とペダルを固定するクリートと呼ばれるものの位置などは腰痛との関連が認められなかった。 また中電筋筋力の低さは大電筋筋力の低さハムストリングスの柔軟性の低さと優位な相関があったハムストリングスの柔軟性の低さは腰椎の角度と関係していたただしハンドルの中央付近を握って上体を起こした姿勢の際もいわゆるドロップハンドル部分を握って上体を寝かせた低い姿勢をとった際も優位に関係していたが 一般的な位置でハンドルを握った際にはその傾向が認められた原因を考えてみる中電筋筋力の低さと大電筋筋力の低さとハムストリングスの柔軟性の低さとに相関があったことから2つの可能性が考えられるだろう1つはハムストリングスの柔軟性の低さが 骨盤の後傾に伴う腰部の屈曲を招いて大臀筋とそれに近接する中殿筋の機能を低下させた可能性があることそしてもう一つは中殿筋と大臀筋が弱いためペダルに力を伝えるために股関節の屈曲角度を浅くしようと骨盤を後傾させて腰部を屈曲し結果として ハムストリングスの柔軟性を低下させた可能性があることだ。いずれの仮説も中殿筋筋力の低さと大電筋筋力の低さとの関連性が明らかでないし、研究では相関関係にのみ触れられており因果関係は明らかでないのであくまで概念上の推論である。しかし、臨床で腰痛にのみ対応するのと、 腰痛ににななったたた原因を推察した上ででで対応するるののととはは効果に差が出いいかと考えたいつまり自転車に乗る人の腰痛を見るときにレッドフラックスの確認や神経症状神経所見の確認だけでなくなぜ腰痛になったのか原因を考えて腰痛に対応しかつ腰痛が治まった後には腰痛の発生を予防したいと考えている。 医療面接では痛みの出た背景について機材や環境に変化はないか練習内容に変化はないかなどを注意して聞き出すこれらが痛みの原因になると考えているからだが患者の訴えるストーリーだけでなくそこにもエビデンスを活用したい今回の研究のように筋力や柔軟性の低さと 痛みとの相関関係は比較的確認しやすいが筋力や柔軟性の低下が痛みを生むという因果関係はコホート研究などで刑事的に追っていくまたは過去のデータを振り返る必要があって確認しづらいスポーツではシーズン開始時の身体機能を調査してその後の怪我の発生を記録するコホート研究が存在するしスポーツ以外では軍人の学校など 身体活動が盛んなところで入学時の身体機能とその後の怪我の発生との関係を調査した研究もあるがまだ分かっていないことは多いエビデンスを厳格に適用するためにエビデンスの構築を待つのが良いが目の前に困っている選手がいる時に現状で確かなエビデンスがないから待ってほしいとは伝えづらいそこでこれまでで分かっている情報をもとに推察して 効果的と考えられる介入を行いたいたその際に必要なことが相関関係を相関関係であることを理解した上で痛みの原因について推論を立てて介入して効果を測って検証しながら進めていくことだと考えている例えば今回のエビデンスを臨床で活用するならサイクリングで腰痛が発生するトライアスロン選手に対しては 中筋の筋力とハムストリングスの柔軟性の確認をルーティーンで行って制限がある場合にはそれらの改善策に取り組むことが考えられるサイクリストの腰痛は中殿筋の弱さと通常のハンドル位置での腰の屈曲に関連があることが分かったがこれは身体及び機材と腰痛との関連についてのエビデンスであるでは 自転車の乗りすぎによる影響はないか走行距離などとの関連を調べた研究にあたった文献2研究の概要に対象となったのは66人のサイクリストでありうち49人が男性だった66人のうち33人が直近6ヶ月にサイクリング中またはサイクリング後の腰痛を経験していた 腰痛の経験があるサイクリストと腰痛の経験がないサイクリストとで差があったのは週間走行距離だった。走行距離の中央値は腰痛群で 250km、非腰痛群で 150km であった。週 160km 以上のサイクリングは3.6倍の確率で腰痛を発生させることが分かった。また腰痛群と非腰痛群とで ハンドルの端位置には差はなかった。考え、検証しながら活用する。週 160km 以上のサイクリングで腰痛が発生しやすくなることが分かった。これで一般的には走行距離を週あたり 160km までに制限した方が腰痛の発生を抑えられやすいであろうと考えられる。しかし、残念なことに。 トライアスロンの中でも比較的長距離であるアイアンマンレースでは、自転車種目の距離は 180km に設定されている。もし、レース前に競技と同じ距離を走ろうとすると、レースまでに腰痛が発生する危険性が高まる。もちろん、多くの選手が実際にレースと同じだけの距離を何度も何度も練習するわけではない。これは、 マラソン選手が 42km を何度も走らないのと同じで得られることに比べて失うことが多く疲労が増して怪我をする可能性が高まってしまうからだただしレース前に 100km しか乗ったことがなければレースで十分なパフォーマンスが発揮できないのは明らかだろう何といってもアイアンマンレースでは 自転車種目 180km の後にフルマラソンが待っているので、自転車種目だけやりこなせばどうにかなるというものではない。そこで、腰痛になる可能性を低減しつつレースに向かうために、例えば、距離を分散させての練習を提案することになるだろう。例えば、100km のサイクリングをする人、60km のサイクリング後に、 のジョギングををすするるる日を設けるなどと提案するあるいは 150km のサイクリングを行う週にはその他の自転車の練習を同じ週で控えるよう提案をするただしレースまでにせめて1回 160km 程度までの練習は経験しておきたいたとえ週 160km 以上のサイクリングで腰痛の発生リスクが高まるとしても レースに向けてての準備は進めておきたいそこに向けて全身的に練習量を増やしていくことは言うまでもない一方で腰痛の出現を計画に織り込んでおいて練習を進める方法もあるだろう 160km や 170km の練習を実施した時やその後に腰痛が出たら予定通りと考えるようあらかじめ心積もりをしておくことだ そのような練習の後、しばらくはハードな練習を避けるように計画しておけば、腰痛による練習への影響を最低限に抑えることができる。先日、腰痛を訴えるトライアスロン選手の評価を行った。レッドフラックスに該当せず、神経学的異常所見も認められなかったことに加えて、医療機関で器質的疾患が否定されていたため、 非特異的腰痛と考えて対応したがそれでも毎週会うために腰痛を訴えてきた腰痛の程度は一向に改善しないというそこで対決姿勢を見せて患者の価値観を確かめることにして痛みが一向に改善しないなら毎週来ていただく必要がないと伝え同意を求めたその結果痛みは継続しているが練習可能な程度の痛みであり 長時間の自転車乗車時以外には日常生活への影響はなく大した問題とは捉えていないものの報告として腰痛を訴えていると選手が考えを教えてくれたそこで改めて腰部の筋を長時間使用して痛みが起きている非特異的腰痛と考えられるので心配する必要がないことを伝えたところそれ以降は腰痛を訴えてくる頻度が減った選手の頭の中で 自転車に乗った際に痛みが出ることは当然のことだと考えてくれたのかもしれないしもちろんその間にも中殿筋の強化や腰部後屈曲エクササイズを行っていたので身体面が変化した可能性もあるいずれにしても 180km の自転車種目を含むトライアスロンのレースとその練習では腰痛が起こる可能性が高いと考えられる。 エビデンスのみを用いて腰痛を避けたいならトライアスロンをやめろというつもりはないエビデンスを用いてどのように考えるかが重要だと思うさっきの研究結果の解釈について研究の分野では間違いなく拡大解釈と指摘されるだろう相関関係と因果関係と混同していると捉えられても不思議ではないただ臨床の場面で 厳密性のみを重視して選手と意思決定を進めようとすると間違いなく前に進めなくなる臨床での意思決定をすべてエビデンスベースにできるまでの研究成果はまだ存在しないと感じるさらにもし今よりも豊富なエビデンスが蓄積されていったとしても私たちが考える必要性は残るだろう目の前の選手にぴったりと当てはまるエビデンスは多くないしその 選手のの価値観に応じた提示の仕方が大事だだからだ入手できたエビデンスを礎にしてその活用法を考えていきたいしその結果がどうであったかを逐一確認しながらそれまでのエビデンスの解釈や推論に誤りがなさそうかどうかを懐疑的に確認していきつつより良い方法を模索したい月刊スポーツメディス229号より